はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。狼が来るぞーではなくてですね、汚染水が来るぞーでですね、韓国に引き続き、中国全土で食塩買い占めが発生してるって、塩作れなくなる。海が汚れて、塩作れなくなるっていう話らしいんですけど、中国、韓国の人民がデマに弱い。すぐ右往左往する。理由なんですけれども、政府やメディアの発表が嘘ばっかで信用できないから、自分で情報を集めないと死滅するからだそうであります。政府や公式の発表が嘘ばっかで信用できないのは、発展途上国ではよくあることらしく、で、そういう公式が嘘をつくところでは、デマで人民が右往左往しやすくいうことで、こちらはね、面白く眺めてるんで、せいぜい右往左往すればいいわなっていう話なんですけれども、日本人の敵、朝日新聞、原発処理水放出の風評加害に励む、風評加害者に励んでおります。三陸ホタテ止まらぬ浜根の下落、目川町のホタテ養殖漁師、木村義明さん71歳、処理水の影響で中国向け北海道産ホタテが余ってるらしいから値下がりしてるらしい、世論です。らしいってなんだよらしいって、漁師の木村さんのらしいがソース、普段はバカにしてる便所の落書きと一緒、関係者友人知人のらしい、今はこんな記事ばっかり、風評加害者が何か言ってる、値段の上下が激しい商売ってこと忘れてないか。生物は値段の上下激しいですよね。中国と風評コラボした甲斐があったな朝日。安くなるなら日本人にとってラッキー。それって風評加害してるあんたらが悪いんじゃないですかね。バーベキューやる予定あるからホタテ安なら嬉しいと。朝日読者、これだよこれ、読みたかったのはこういう記事。朝日記者、よーし頑張っちゃうぞ。イビデンスねえよそんなもん。ネットでこの態度が、態度とですね、サイクルっていうかシステム、読者はこういうの読んで喜びたいで、読者が喜んでくれるから朝日新聞がらしいで記事を書くっていうサイクルがバレてですね、とうとう300万部以下になってしまいましたけれども、私が生きてるうちに嘘つき朝日の倒産が見たいです。皆様もご協力ください。朝日を読むとバカになるとかですね、紙の新聞環境破壊っていうのをですね、周知拡散していただいてですね、日本人の敵朝日新聞、原発処理水放出の風評加害に励む2、中国の全面禁輸、日本産水産物の全面禁輸に何かやってくると思っていたが、ここまでは予想していなかった、農水省幹部は言葉を詰まらせた、てんてんてん、という記事書いておりまして、世論であります。想定しとけよ無能、前々から言われてただろ、政府ここまで中国がバカだとは想定外、日本語通じるはずの漁協もごねてるんだよな。漁協がごねてるのは休業保障と賠償金狙いだよ。想定していなかった農水省もバカだと思うが、中国がここまでバカだとは思ってなかったんだろう。農水省幹部本当にいるのかね。朝日新聞記者の妄想じゃないだろうな。ありえますけど、こういうのね、一歩も外出ねえで妄想で書いた記事をですね、こたつ記事って言いますね。こたつにぬくぬくと入りながら、記事書いて一歩も外出ねえ、取材しねえ。ネットではですね、禁輸なんじゃねえの、買わないって命令でんじゃねえの、散々言われてましたよ。韓国って前例あるしね。もしこれが本当に幹部が想定してなかったとすれば、その幹部の情弱ぶりが心配ですよね。中国がこれほどバカとは思わなかったって、意味と信じたい。官僚はわかんないですけど、自民党は間違いなく情弱であります。鈴木財務大臣、支持率低下の意味がわからないって言ってて、みんなのね、
なん感情を逆だねしてですね、何言ってんだこいつ、バカですか、どう考えてもいっぱいあるしろね、あのホワイト国とかスワップとか LGBT とか未成年とその家族の在留特別資格とかトリガー発動させないとか電気量高騰放置とか書ききれんわね。 USB って何ですかって聞いたデジタル大臣より善光の息子ひどいわ。鈴木善光の息子、鈴木財務大臣。中国政府はこれ幸いと全面禁輸にした可能性もあんだよね。それはあの金欠で高級な日本産の水産物が買えなくなっちゃった。外国投資がですね、あの去年の10分の1になっちゃった。土地バブル崩壊で国営企業が支払い不能になっちゃった。若者の失業率は5割、近辺富の流出は望ましくない。国産品買うように指示出しておりました。つまりあの日本の高級品をですね買う余裕なくなったんで貧乏で買えないんだろって言われる前に、これ幸いと、禁輸したって可能性もありますね。まああの幹部、中国共産党のあの幹部連中は来日してあのバグバグ寿司食いまくってますけど、我々庶民は魚食って応援しましょう。ホタテなんてあの普段は食べれませんもんね、高くてね。安くなったらあの食えるようになるかもね。貝ごと焼いて醤油垂らして、食うとうまいっす。漁協グヘヘヘヘ、休業保証金と賠償金がっぽり、汚染水ガー、東電社長禁輸措置で国内業者に影響あった場合はこれまで通り適切に賠償させていただく、電気代値上げ漁協俺たち大勝利。なお中国のお買い上げ水産物は871億円、月にしたら70億円ちょっとですか。月70億円だもんね。世論です、儲かってるもんな、ものすごい黒字になってるもんな。レクサス買える金を渡したら静かになる、電気代は乗せで利用者にしわ寄せ、焼け太りで笑いが止まらないわね。処理水は問題ないのに賠償するとはこれいかに。海外だと東京電力っていう無能カンパニーに任せるのが怖いという意見が多い。メルトダウンさせたカンナオトが飲み干せ。電気代また上げますの不思議ですかね。なんかうつになっちゃうんですけど、放流決定で東電株価上がってるもんね。1ヶ月で1割ほど上がってました。550円ぐらいだったのが600円超えてましたね。東電は風評加害に励む朝日毎日テレビ局を制裁すべきなんですよね。 NHK 以外は広告絞ればいいんだから簡単でしょ。大体ですね、東電みたいなよ、独占商売なのに広告必要ある？テレビ CM とか必要ある？だって普通に暮らしてたら東電から電気買うでしょ、普通だったら。独占商売なんでさ、株主総会で誰がこれ質問してくれませんかね。東京電力の株主さん、手挙げて、もし刺されたら、あんたらみたいな企業が宣伝必要あんの？テレビ新聞。それよか広告料なんか一切やめて、その分株主に還元してくれないか、言ってくんないですかね。原発容認どころかね、推進の日本改革党を支援すべき。東電は。まあこっちからですね、金くれ、応援しろ、とは言えませんけどね。それやったら政治屋になっちゃうし、もっと大物だったら政商ってなっちゃいますしね。処理水は全く安全って自身が発表してるのに、なんで賠償しなきゃいけないでしょうね。普段から中国相手のリスキーな商売してる方がダメなんじゃないのかな。全く安全って発表してましたよ、自分で。東電記者会見。処理水1リッターあたり43から63ベクレルで、国の基準の6万ベクレルを大幅に下回っています。だそうであります。世論です。放射能バカは今まで何食ってたんだろうか。薄めても22兆ベクレルは22兆ベクレルなんじゃ。日本を叩きたいだけだろう。中国が大恥かくのもマジか。中国なぁ、いつも大恥かいてるからなぁ。別に大恥を一つ増やしたとこで何とも思わないんじゃないですかね。太陽光を恐れる連中ですから、これ旭日記のこと言ってんのかな。風評加害者がヘリクスこねてるってバレちゃったぞ。
日本の放出は悪い水、中国の放出はいい水、何度説明しても納得しないバカと無駄に不安ばかり煽るマスゴミのせいと、トリチウムについて調べました。陽子1電子1が水素元素なんですけど、陽子1中性子2の三重水素がトリチウム、つまり水素の同位体ってやつですね。ウランにですね、ウラン235とウラン238があって、核分裂のが235の方、プルトニウムなんだっけな、ウラン235がプルトニウムになる過程で、熱と光と放射能いっぱい出すんじゃなかったっけな、ちょっとうろ覚えですけども、宇宙線と大気が反応し毎年約 7.2 強ベクレル発生する、ずっと発生し続けている。自然界では酸素と結びついてトリチウム水として大量に存在、雨に混じって年間223兆ベクレルが地上に降り注ぐ、でもなんともないと、電子を一つ放出してヘリウムに変化するときに微弱な放射線を出す。動物実験により1リッターあたり1億ベクレルの水を生涯飲み続けても健康被害はないと結論されている。なるほど、フランスが年間1強ベクレル放水しても何も言われないわけだな。1リッターあたり1億ベクレル飲んでも平気なんだって。したら1リッターあたり43ベクレルの水放出したってとってことねやね。田内博茨城大放射線生物学教授、健康への影響は科学的に出るはずがない、まあ、放出によってね、放射線がゼロっていう世界はそもそも存在しないだそうで、これ飛行機で上空行くと結構浴びるそうです。結構浴びるそうである。パイロットさんとか CA さんとか結構浴びまくりなんじゃないでしょうか。まあラドン温泉とかラジウム温泉に行ってわざわざ浴びに行く人もいますけれども、でもこんなこと説明してもですね無駄ないんですよ。バカはそもそも説明聞いてないし、コロナ撃退ペンダントやガンが治るエリア51の空気が詰まった缶詰や金運財布を買ってる人がこんな科学的な話理解するわけもなく、中央共産党や韓国野党や朝日毎日テレビは、科学イコール政治なのでいかようにもねじ曲げますね。騒げればいいんでね、連中は史実も政治でいかようにもねじ曲げますもんね。慰安婦、徴用工、ジュギョンでお察し、事実なんかどうでもいいと。ジュギョンっていうのは沖縄の基地反対の連中がひねり出したへりくつで、基地の工事でジュゴンの生息地ガーってやつですね。ゴミマスが処理水で忙しいタイミングで日本政府警戒任務に使うんだったら武器輸出は可能、解釈変更東京新聞、国会で議論もせず世論も無視、発狂しておりました。心地いいぐらい発狂しました。世論です、どんどん売っちゃってじゃんじゃん稼ごうぜ、ビッグモーターで車検した車を輸出、ミサイル売れそう、ヘルメットもドンキ協力しないが何かあったら守ってね、今までの考えが都合良すぎる。そりゃ侵略者は殺傷しないとね。ウクライナが終わる前に供与して実績積むんだ、戦争を実際に使って実験するんだ、実戦経験っていうんですか、それないとですね、何があるか分かんない、いう話、想定外のことは必ず起きるって兵器とか武器の世界では言われております。試験です、武器輸出三原則なんて、無意味だし所詮原則なんだから、どんどん開発してどんどん売るべきなんですよね。日米共同開発のですね、射程3000キロの超高速誘導弾、巡航ミサイル、トマホーク、超トマホークみたいな、は売れそうだな。日本に向けてね、撃てない高度仕込んで、売ればいいんだよね。そういう国が増えれば増えるほど日本は安全になりますしね。
もう日本は領土目当てにですね侵略するより商売した方が何倍も儲かる、利益が出るって知ってる先進国ですから、ロシアはそうじゃなかったですけども、今時ね、土地欲しがるなんて古い、利益のために土地欲しがるのは古い、それよか仲良くして商売やってドカンって儲けた方が儲かる、ネットの力で、意外と人気出そうなのがトヨタ金星武装トラックと日本刀じゃないですかね、かっこいいしね。私も中杉先生、中杉博士先生にいただいたやつ一本持ってますけれども、靖国刀でありますね、こちらね、一本持ってありますけれども、意外と大人気になるんじゃなかろうか、日本製武器っていう、現在日本に刀匠何人いるんだろう。大量生産しない方がプレミアついてありがたいかもしれないですね。直接的な兵器もいいんですけれども、筋力上昇、反射神経上昇、動体視力上昇みたいな人体強化薬、できないもんですかね。戦力大幅アップ間違いなし、間接的に兵器になんですけど、まあこれも中国みたいな非人道的実験しないと開発無理ですかね。辺野古の地盤改良工事を沖縄県が許可しなかった、国が是正を指示した、その指示は違法だということで沖縄県が訴えていた国を、9月4日に沖縄敗訴、最高裁判決が下る決定だそうであります。これ最高裁なんですね。9月4日に判決発表します。審議はなしです、言ったんで、まあ、高裁の沖縄敗訴がそのまま認められる予定、世論です。当然知ってた、まあそうなるよね。大臣がやるって言ってることを知事が拒否することはできない、何度曲げれば気が済むんだ。沖縄県のこの裁判費用ってどっから出てんの。これで着工が遅延したコストは沖縄県が払うということで、静岡県と同じパターンやね。これはリニアの工事に反対して静岡県知事のバカパヨが何だろかんだのって裁判やってたんですかね。国に逆らう沖縄の開発支援予算打ち切れ、じゃあ工事妨害した人は違法行為ってことで、国は沖縄に損害賠償訴訟しろ、嘘と暴力を含む嫌がらせを用いて社会の破壊活動をするのが左翼、この場合嫌がらせに訴訟を用いたということで、パヨ的には正しい行動なんですかね。引くに引けなくなったってわけじゃなくて、総掛かり仕切りの文と高田健79歳も、安倍総理国葬差し止め訴訟を起こしてましたね。裁判を嫌がらせに用いるのはパヨの常套手段ということで、国防は国の専権事項、県が口出すことではありません。裁判中は工事が進まない、これだけでもですね、パヨは目的達成ですかね、地対戦闘ということで、地対戦闘を遅らせて滞らせる、戦闘ということで、いくらかかったか知らないけど、お仲間のね弁護士の餌代にもなるしね。裁判ある、国は沖縄県に損害賠償請求すべき、これは大賛成、ついでに地方交付金もですね絞ってやってですね、3000億ぐらい開発支援金なんつって沖縄県に国から金いってんだよね。地方交付金含めかどうかは知りませんけれども、沖縄って人口100万ぐらい、人口30万の豊島区の一般予算が1300億円ぐらいでした。100万の人口100万の沖縄県に3000億円、ぶっ込むと、まあそりゃまあ余裕出るでしょう。なんつったってね、出生率、出生数日本一だもんね、沖縄。どこも減ってんのに、東京と沖縄だけ人口が増え続ける。国を訴えた、国に立てついた生意気罪で、ちょっと罰与えるべきじゃないだろうか。藤井循環器内科医、夏は冬の3倍太ります。だそうであります。体温生産のため、カロリー消費が減る。体温を一生懸命生産しなくても良くなる。夏は、暑いから。胃腸機能が低下し、カロリー消費が減る。これ、なんか冷たい飲食物は胃腸の機能を低下させるんだって。胃腸動かないと、
胃腸を動かす分のあのカロリー消費が減るって、運動不足でカロリー消費が減る、これは暑くて運動が必要なんですよね。だそうであります。世論、一年中太ってる俺はどうすれば、てんてんてん。夏太り、秋太り、正月太りで痩せている期間がない、春に痩せろよ。ビールの量が増えた。昨日アイス3個も食べちゃったチョコモナカジャンボで300キロカロリーぐらい。そんなにあんだ。やけに体が疲れるから糖分が欲しくなる。暑すぎて運動できんわ。暑くて走れん。はよ涼しくなって。暑いのは本当にデブにとっては地獄。一年中太ってる俺はどうすればって、知らんがな。近所でもですね、炎天下走ってる人見かけますけど、熱中症大丈夫なんすかね。毎日走り続けるとですね、中毒になって走らないでいられなくなるって聞きますけれども、必要以上にカロリー消費してる人って老けるのが早いそうですよ。カロリー燃やす細胞内器官のミトコンドリア、に老化遺伝子が存在してるって証明されてしまってますしね。あと一生です、酸素の量は一定っていう、ミトコンドリアに老化遺伝子があります。ミトコンドリアが、ものを酸素と結びつけてエネルギーを取り出すと老化が進みます。って証明されちゃったんで、食うとですね、それ燃やすために酸素が必要と、ミトコンドリア大活躍。太ってる人がいつもはっはっはっって息荒いのはそのせいかもしれないですね。人より、まあ人の2倍食ったら2倍酸素を吸ってその燃やさないといけないっちゅうですね。痩せてる人より体内で燃えてるカロリーが多いせいか、真冬でも汗かいてるし、食うからその発生する熱量が多いんだろうな。なんか真冬でもなんかタオルで顔を拭ってる太った人見ますけれどもね。まあそんな感じなんでしょうか。皆様はどうでしょうか。この夏太りました、痩せました。私逆流性胃炎が素晴らしい薬で抑え込んでられるんで、ご飯が美味しいです。今まで食うのを躊躇してたとんかつ定食とかも、ためらわずに食べれるようになって、若干太ったような気もいたします。というわけで涼しくなるのを待ちましょう。デトックスジャパン。